こんばんは。4月28日午後4時になりました。しゃべくり祭り103じゃない、間違っちゃった、183回ですね。もう初めから噛んじゃいましたね、すいませんです。ですね、今日の天気なんですけれども、予想最高気温はそうですね、23度でしたかね。実際に23度ぐらいだったでしょうかね、予想通りでね。はい、ということで今日はですね、今日帰ってたの遅くてですね、夕刊見てくるの忘れたんですよ。で今日の生放送なんですけども、夕刊の報告はありませんということでですね、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、長野松代ライオンズクラブの会長さんで、前回ねお父さんにも出ていただいたんですけども、神林院の院長、神林先生においでいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、今日は初めから噛んじゃって申し訳ないですね。救急車先生、先生のところにいらっしゃるんじゃないですかね。救急車とってましたけどね、はい、違いますね。はい、ということでこれね、今日これ外しますんでね、はい、ちょっと、すいません、ちょっと。じゃところでですね、はい、ライオンズクラブってのはどのような団体なん、よくねあのライオンズクラブと話あるんですけども、どのような団体なんですか。あのライオンズクラブというのは、まあ、一言言えば、はい、奉仕団体とボランティア団体と、あ、大体大体そこら辺までは知ってるんですけど、それで、はい、ただあの一番最初にできたのが1917年ですから、今まで100年近く前なんです。あ、そんな前からなんですか。あのシカゴのメルヴィン・ジョーンズというですね、実業家がですね、何か地域に、奉仕できないかと、はい、あ、そうですか、いうことで、まあ立ち上げたクラブです。じゃ あのこのライオンズクラブはもともとアメリカ できたものなんですね。今もアメリカが一番クラブ総員ですけど、あ、そうですか。大体今世界で200カ国以上、会員数が130万人以上という、まあ、世界最大のボランティア団体と言ってもいいと思います。そうですよね。なんかウィサーブ、ウィサーブっていう、結局あの奉仕団体ということで、ウィサーブ、我々は奉仕すると、これがライオンズクラブのモットーでして、あの何かというとウィサーブという、ライオンの丸でウィサーブなんて言うんですか、ウォーなんて言うんです。普段はウォーなんです。あ、本当に、あ、今ちょっと冗談に言ったら本当にそうなんですか。これもね3段階ありましてですね、一番、手前からウォー、ウォー、ウォーっていう、これが3連発。そうですか。ちょっと今冗談半分にいっちゃったら本当なんですね。会議やって疲れたり、ちょっと眠くなったら、はい、ワーってやれと、いうふうに。なんか意味があるんですか。いや、ただの眠気覚まし。そうなんですか。ただ嬉しい時とかですね、何か良かったら、そういう時には、はい、あのワーっとやるのが、そうなんですか。はい、そんな話じゃね、終わってしまったらいけないんですけども、はい、これは日本ではどうなんですか、全国的に。日本もですね、今日本中で3,200〜3,300クラブありまして、ね、会員数も10万人以上と。そうなんですか。ですから、あの、世界ではアメリカ、インドに次いで3番目に多いクラブ数を持っています。でも、あの、先ほど言ったように、地域に奉仕する団体ですので、各地域地域にありましてですね、長野市内だけでも8つクラブがある。あ、そうなんですか。そうすると、まあ、松代とかあって、篠ノ井とか、篠ノ井ですとか、いろんな、各地区、じゃあ旧長野市なんてはいくつか。旧長野市だけで5つぐらい。あ、そうなんですか。じゃあ本当にこう地域密着型で活動されてるんですね。それでこの特にですね、先生はあの松代ライオンズクラブの会長さんなんですけれども、はい、松代としてはどうなんですか、活動とすれば。松代の活動はやはり、あの、一番は地域に、奉仕するという意味では、清掃事業ですとかね、いろいろなことやってるんですけど、特にあの当クラブは青少年育成が重点ですので、青少年、柔道大会ですとか剣道大会ですとか、はい、あるいは野球大会ですとか、そういうものに講演して、あのボーイスカートですとかね、そういうところにも、講演協賛をして、はい、できるだけあの地域の青少年に健全育成と。健全育成ですか。ああ、そうですか。わかりました。で、亀井さん、あのところでなんか東日本大震災の時にもなんかだいぶ大事にされたという話を伺いましたんですけど。それはですね、今度あの
各クラブが、世界中のクラブがですね、国際協会っていう一番大きな組織がありまして、そこにそれぞれ会費を少しずつやりますので、世界中から集まってきますから、もうかなりの金額ですね、1年間に。それを東日本大震災ですとか、神戸大震災ですとか、あるいは、スマトラの大地震ですとか、あんな時に国際協会の方がこういう各地域に、義援金を出すといったようなこともやってますので、まあそれはもう我々のような地域のクラブではなくて、国際協会というもう大きな組織がありまして、そこが中心になってやってます。そうなんですか。でそれはまあ全体的な話なんですけども、やはり、ね、冒頭お話になった先生、松代独自ではなんかいろいろシクラメンの花とかいろいろ植えたりとか、そういう活動もされてるんですね。そうですね、やっぱりこう活動するためには資金が必要なものです、資金獲得という意味で、まあ、シクラメンを売ったり、それからシクラメンは毎年、暮れにあそこの JA の、あそこの前で販売したりですね、あるいはチャリティーボーリングって言って、ボーリング大会を開いて、チャリティーやったりですね、そんなようなことをして資金を獲得しつつまた、活動してると。そうなんですか。で神林さん、会長さんなんですけど、いつから会長さんになられたんですか。ちょうどね1年前です、ライオンズクラブっていうのは役員が1年交代になるんですから。1年交代なんですか。もうあとわずか、私6月、7月からですので、あと2ヶ月は、ね、あ、そうなんですか。会長免除されてますお疲れ様でした。どうそれで松代の会員さんっていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。今だいたい40名ちょっといるんですけども、ただやはり少子高齢化というか高齢化になりましてなかなかこう直接ボランティアできる方の人数が徐々に減ってきましてね、今のところ40名中、まあ、半分から3分の2ぐらいが、積極的に活動しているという段階ですね、まあ、そういってもその肉体労働とかっていうことはない、 あるんですか。大変ですか、そのボランティア活動というものは。そうですね、一斉清掃の時なんかは道路のゴミ拾いやったりとかですね、そんなようなこともやってます。そういうこともされてますね。あとは、そうですね、学校、各真っ白地区の小学校あるいは中学校の生徒さんが毎年毎年フルキットを集めていただいてますので、それをまたフルキット集めて、で、それをもう全体で集めてですね、それを活動の、これはまあ、日本全国の活動の費用にしてますけれど、当時クラブだけではなくてですね、そういうのはやっぱり先ほど申し上げたそのスマートドアとか、あとは東日本とか大震災とか災害ところにこう援助とかってされる資金ということなんですね、お疲れ様です。ところで神林さん、まあライオンズクラブもそうなんですけども、お医者さんなんですね、神林院のお医者さんで、で神林さん、どうしてお医者さんになられたんです。まあ、どうしてと言われてもね、どうしてあんまり明確な意思があったわけじゃなくて、やはりうちも、もう3代目続いてる、ちょっと古い院なもんですから、まあ自然になったと。お父さんがお医者さんだから。そうですよ、ね、それの方が理由としては大きいですね。そうですか、じゃあ大学卒業したらすぐに看板師に決まったんですか。大学卒業しまして、新大 の内科の医局に入局して、それから長野日赤と大体20年ぐらい、勤務医やっておりまして、それから、こちらへ戻ってきたということですね。勤務医って大変でしょう。休みないんじゃないですか。そうですね、ただ勤務医の場合はですね、昼も夜も忙しいことは忙しいんですけど、逆に言えば自分で今日は検査日だから検査だけやればいい、あるいは外来だから外来だけやればいいということで、なんとか自分でですね時間を作りながらいろいろ本読んだりできるんですけど、今は逆に言えばもう昼間の方が時間がないんですよね。夜は暇で遊んでますからすいません、今日申し訳ないです。で、久保さん、専門っていうのは、
私大学日赤と通じて呼吸器を専門にしておりまして、特に慢性呼吸不全ですとか肺がんですとかですね、そういうのを中心に見てましたけど、もう今はすっかりそれよりも地域の開業として、まあ、何でも見るという形になっております。呼吸器だから循環器ダメだ消化器ダメだというわけにいかないですよね。そうですね。あでも開業医っていうのは一番最初に、まあ、患者さんが来て、いろいろ相談を受ける場所ですので、まあ私に、が不十分なところは真っ白病院なり席なりお願いしてますので。ああやっぱりこう行ったり来たりでですね。そうですね。やっぱり大変なんじゃないですか、そういうことでは。でも仕事というのはね、皆さん同じようにいろいろ大変な仕事ですので、皆さん医者は大変だ大変だっておっしゃるんですけど、まあ責任はありますけれども、でもまあそれなりに、自分のできることをやっていればいいということですので、これはもう皆さんどんなお仕事でも同じだと思います。そうですね。で、こちらのお医者さんとして、はい、その辛いこととか、まあね、お話を伺ったんですが、嬉しかったとか楽しいことはないでしょうけど、嬉しかったことなんてのは何かありますか？そうですね、まあ、日赤いた時にやっぱり肺がんの患者さんがいましてね、まあ、幸いにもいろいろ治療して良くなって、はい、未だにこう年賀状のやり取りを20年以上やってますけどもね。嬉しいですよね。そんな方はね、やっぱり、まあ、感謝をされると良かったなと、こちらもまあ一生懸命やった甲斐があったなっていう時が、まあやりがいがあったかなと思いますけれどもね。やっぱりそういうことでしょうね。患者さんが全快されて良くなったと、そういうことでやっぱり一番。そうですね。ただなかなかそういう方はあんまり多くなかったもんですから。まあそうですか。わかりました。であとなんかいろいろ根掘り葉掘り聞いちゃって申し訳ないんですけども、久保さん、なんか執筆活動もされてるそうじゃないですか。いえいえ、執筆っていうんじゃなくてですね、私今大学のクラブの OB 会長やってるもんですから。ああ、そうなんですか。年に1回会報を出してます。いろいろされてるんですね。それに一応文章書けと言われて書いてるんですけれども、執筆ってほどじゃないですけどね。どんな医療についてじゃないですよね。私こっち来てから、まあ、資料戻ってきてからなもんですから、まあせっかくなら地元のことを大学の若い連中にも紹介してやろうかなというので、一番最初はこの真っ白地区の、立地ですとか、こんなところにいますということから始まって、佐久間象山先生の話ですとか、あるいはお城の話ですとか、そういうものを主に書いて、つい最近書いたのは信濃の国について書きましたけれど。じゃあその今も執筆活動っていうか、その解放されてる、執筆されてるってことは、初めがこういいこと書いちゃったから続けてどん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 お願いされちゃってっていうことですか？いや、会長なもんですから、書かなくていくだけです。会長辞めれば会長辞めればもう書かなくて済みますので、そちらも早く辞めたいんですけど。いやいや、まあ、次のことをどんどん発信してください。そうですね。いや、今はどんなこと書かれてるんですか？今は佐久間象山先生のことも。だからつい最近は信濃国で。ああ、そうかそうか。すいません、信濃国でね。それからお城のことなんかも書いたりしてるんですけどもね。日本の山城ですとか。そうですか。できるだけ若い人が地元、自分の地元に対して興味を持ってもらいたいなと思いまして、で私は自分の地元のこと書いて、各地域にもこんなのありますよ、あんなのありますよ、みんな自分の地元へ帰ったらそんなの調べたりしたらどうですかと、そんな意味合いで書いてるんですけどね。そうですか。わかりました。これからどんなことを、まあ、時間もなくなってきちゃったんですけども。そうですね。どんなこと書いたらいいか、またいろいろ勉強していろいろ祭りのことを。そうですね。はい、祭りはもういろいろ材料にこと書かないもんですから。ですよね。そういう意味ではまだまだちょっと書けるかなと思います。そうですか。まあ、時間もね、あと本当に残りわずかなんですけども、先生、最後にですね、一言、その、まあ、松代の皆さん、そして世界、ね、これ世界の皆さん見てらっしゃるんで、大学の同窓会の方も見てらっしゃると思うんですが、一言ちょっと最後に一言お願いしたいんですが、
私あの15年ほど前にこうそれまで40年、近く地元離れてたものですから、はい、何も分からなかったのが帰ってきてからですね、よくよく見てみると真っ白という地区は古墳時代から、うん、それからつい最近の、昭和の、戦争の時代までいろいろな文化があっていろいろなその遺跡があるという意味ではですね、まあこれからも真っ白のことを勉強させていただいて、はい、少しでもこう地元のことを理解したいとこう思っています。そうですか、分かりました。先生も本当にあのお忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、来週は続けましょう。来週はね、私が、はい、はい、やります。さんです。はい、明治さん、大博士、ね、うん、ちょっと松代に珍しい寺さんなんで、うん、まあ本当はね、土間、普通ね、本堂だったら床張ってあるので土間なんですね、でもそこで修行できるよみたいな形があるので、ちょっと面白いかなと思って。昨日、この間ね、昨日行ってきましたけどね、いいですね。あの桜の、そうそうそう。あんずば。あの上座地下もここでね。あ、そうですそうです。ね、でね、あの上座地下様のね、そうですね。お名前があるってね、まあそういったお話をちょっと、はい、住職さんにお聞きしようかなというふうに思います。はい。中西さん、お元気ですか？元気でした。あ、そうですか。ちょっと、年齢が80歳ですね。ね、言ってましたけど、ゲートホールもね、盛んにされて、明日にかかってますね。言ってました。そうなんですよ。のゲートボールでお世話になりました。まあそうなんです、はい、まあそんなことで書いてやりたいと思います、はい、来週のショルクルバスをどうぞお楽しみに。よろしく。それそれそれくらい松代、また見てね。